ラージダーニー急行ラージダーニー急行は、インドの急行旅客列車で、原則として、夜行寝台列車である。同国の首都であるデリーのターミナル駅である、ニューデリー駅とハズラとニザームティーン駅から、各州の首都や大都市を結んでいる。1969年から運行を開始した。LHB 客車の色は赤である。 運行速度は最高時速 140km であり、他の急行よりも停車駅が少なく、走行も他の列車より優先される。このため、名称は急行だが、実質的に特急列車である。全車に冷房が完備されている。2004年現在では18路線により、デリーとアフマダーバード、バンガルール、ブバネーシュバル、ビラースプル、チェンナイ、グワハーティー、ラーンチー、 ルれ方、ジャンムー、ムンバイ、パトナ、セカンダラワード、ティルバナンタプラムが結ばれている。以下、ND 駅とは、ニューデリー駅を、HN 駅とは、ハズラとニザームティーン駅を指す。ありがとうございます。